はい、今回は楽天モバイルの雑談やっていこうと思います。まあね、もうだいぶ時間経ってしまったんだけど、10月から楽天モバイルでも au 回線スタートしました。今まではね、楽天モバイルはドコモ回線の MVNO としてねやっていたんですけれど、まあね、他の会社さんもね、まあ、続々と au だったりソフトバンクっていう回線もね、解禁されてきている感じで、まあ、楽天に関してもね au 回線が解禁されました。まだね、今回ソフトバンクに関してはね開始されていないんですけど、とりあえず au 開始されました。で、まあちょっとね、気になる点等々があったりとか、注意点いろいろあるんでね、まあその辺を、まあもう開始からね2週間ぐらいかな経ってしまったんですけど、今更ながらお話ししていこうと思います。まあいろいろね、最近話す内容が多くて、なかなかこれに取り掛かれませんでした。まあある意味ね、まあそれなりに大きいことではあるんですけれど、まあそこまで自分的にはね、楽天に対して、楽天モバイルに関して革命的なものではないかなっていう感じではいたんですけれど、だからね、まあちょっと後になってしまったってところがあるんだけど、まだね、人によってはやっぱ回線ってね、地域によっていろいろあると思います。まあ基本的にね、ドコモ回線が一番安定してんじゃないかなっていうところはあるんだけど、やっぱ地域によってはね au が強いところもあるとは思います。なので、まあ、地域柄によっては au 回線使いたいなって方もいると思います。ただね、やっぱ au ね、ちょっと欠点があってね、ドコモだとかなり使いやすいんだけど、au の SIM になってくると、まあ、端末がね、対応していないものもあるんだよね。au ってちょっと独特なんで、対応してないものもあります。で、最近ね、自分がゲットしようと思っている、OCN モバイル1かな。あそこで買おうと思っている、ファーウェイのノバ3とかはね、もう対応していないし、ノバ3に関しては今後ね、なんかアップデートで対応するらしいんだけど、まだね、対応していないし、まあ本当に対応するのかどうなのかなってことだと思うんだけど、まあまあいろいろとね、対応していない端末もあるので、まあセット購入の際とかもね、自分が狙っていた端末、もしくは狙えなくなってしまう可能性もあるかもしれません。で、まあまあ下がっていってね、まあ一応気になる点としては、まあそういう端末がね、使えないものがあったりとか、あと au 回線、もともと使っていたから、あ、じゃあ格安 SIM ね、ついに楽天モバイルが始めた、au 始めたからね、じゃあもともと持ってた端末 au だから、これはもうちょっと楽天モバイルね、au SIM 発売されたんで、まあそれを使ってね、古いスマホ再利用して使おうかなと思ってる方、ちょっとね、注意が必要です。これがね、一番注意点かな。まあ2個ね、大きく2個あるんだけどね、この au SIM に関しては。はい、こちらですね。ちゃんとね、注意事項として書いてあるんだけど、au スマートフォンからお乗り換えの場合でも、お申し込む前に SIM ロック解除お願いしますってことで、そのまま使えないようです。一部のね、この iPhone X、8、8 Plus、こちらに関しては、そのまま利用することができるようなんですけれど、au の元々の端末でも、SIM ロック解除をしないと使えないようです。Android にしても、iPhone にしてもです。で、さらに言うと、6より前ですね、以前のものに関しては、SIM ロック解除不可っていうことで、利用できないようですね。利用不可ですね、なので。っていう感じで、ま、古い端末をね、まあ、こういう格安 SIM ってもちろん、今ね、現役のものに差し替えてガンガン使うって方ももちろんいます。いるんだけど、やっぱ古い端末がある状態で、まあ、ちょっとね、安い SIM を挿して、まあ、再利用して、捨てるのももったいないしね、まあ、ちょっとサブ回線で使ったりって考えてる方もいると思うんですけど、そういうね、ちょっと裏事情があるんで、まあ、そのままね、使えないっていうのはでかいかなと思います。うん、もちろんね、キャリアが違うのが、SIM ロック解除しないと使えないっていうのはわかるんだけど、残念ながらね、ちょっと au、もともと au の端末に関しても、SIM ロック解除をね、しないと使えないんだと思って。うん。これかなりね、罠かなと思います。自分も普通に使えると思ってたんで、はい。まあ、そんな感じでね、古い端末使おうと思っていた方は、SIM ロック解除ができるのか、もしくはしてあるのか、まあ、あとはね、SIM フリーだったら問題ないんでね、SIM フリーの状態なのか、まあ、その辺に関してね、ちゃんと確認しておくといいと思います。はい。で、もう一点、au のね、SIM の注意点になるんですけど、こちらですね。まあ、これもね、結構大きい。二大大きいですね。二大大きい話なんだけど、au 回線対応の料金プランはこちらってなってるんだけど、じゃんと。なんということでしょう。楽天モバイルなのにスーパー放題が使えない。あ、ここで、これ痛いですね、かなり。組み合わせプランのみが対応になっています。これね、ちょっとお聞きしますけど、組み合わせプランのみになってます、au 回線。なんなんだろうね。ちょっとそこのさ、詳しいところとかわかる方いたらね、聞きたいんだけど、なんでなんだろうね。なぜか、
au 回線ではスーパー放題がありません。うん、不思議だね。やっぱ回線代が高いのか、まあ、どういう契約なのかね、わからないんで、その楽天さんと au とのね、取引、まあ、ドコモさんとの取引があると思うんだけど、まあ、その内容によってね、まあ、スーパー放題ができるかできないかっていうのはあると思うんだけど、au の方が高いのかな、ドコモでできるなら au でもできるんじゃないってね、安易に思ってしまって、もう勝手にね、au でももちろんスーパー放題あると思ったんだけど、料金一覧見たらね、まさかの組み合わせプラン、要はあの、普通の格安SIMですね。他の会社が提供している、まあ、何ギガって決まったプランですね。使ってると低速になっちゃうし、まあね、もちろん元々低速にして使うこともできるっていう、そういう感じのね、まあ、至って普通の格安SIMっていうのなので、まあ、なんかね、今回の件に関して、まあ、古い端末 au はあんま使えないし、新しい端末で使うにしても通常プランしか使えないしってことで、今のところ自分的にはね、あまり利点は感じないかなっていうのは正直な感想です。なので、まあまあ、紹介も遅れちゃったかなって。なんだけど、まあ一応ね、注意点いろいろあったので、とりあえず動画にしてみようかなと思いました。まあ、こっからね、時間が経つにつれて、サービスが拡充されていって、どんどんね、増えていって、au もね、スーパー放題対応とかになったら話は変わってくるのかなと思うんだけど、まあ、個人的にね、そこまであの通常プランに魅力は感じないかなって、あの通常の格安ですね。普通の格安会社、格安SIMの会社と同じようなプランに関しては、まあ、他で契約してもね、同じような契約内容あるんで、別に楽天がいい悪いとかじゃないし、このプランが悪いとかじゃないんだけど、あの魅力としてね、やっぱ他と違うものを触るっていうのが自分は好きなんで、まあ、個人的には、まあ、あの他でもね、やってるようなサービスってことなんで、まあ、値段としてもね、他とそんな変わんなかったりね、下手したら高い、もちろんね、安いところもあったりするんで、高いって感じる部分もあったりねするで、なおかつね、本当に SIM だけしか使いたくない人だったらここのプラン使いたいんだけど、ここの一番安いね、データしか使えないプランに関してはドコモしか使えないしってことで、まあちょっとね、かゆいところに届かないのかなって今のところね。まあただ10月からね、始まったばっかのサービス、au 回線でね、始まったばっかのサービスなんで、まあ一応ね、選択肢の一つとして、まあ au が入ったよっていうのに関してはいいんじゃないかなと思うんですけれど、そういう感じでまだドコモのね、SIM に比べると足りない部分結構ありますので、その辺だけね、ちょっと au 始まって、やべ、au のね、スマホ持ってるから、じゃあちょっと使ってみようかなと思ってる方、注意が必要かなと思います。はい。まあ、そんな感じでね、今回この辺で終わろうと思います。よろしければ、チャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。